皆さん、こんにちは。今回は、YouTube への動画の上げ方と、見やすい動画にするために、ということで、特別講師をさせていただきます。木村です。よろしくお願いします。はいどうも皆さんこんにちは、エルニーヨです。で、今回なんですけども、非常にまずい事態になっています。というのもですね、私今普通にね、この下めちゃくちゃね、はい、半ズボンなんですけど、ねえ、ちょっと本当にね、まずい状況になっていまして、で、何がまずいかというとですね、私ですね、近頃、学校で授業をすることになりました。もう世も末ということなんですけど、まあ、何が起きたのかというとですね。まあね、もう本当に、これ実際に使うスライドね、ちょっと今ここに映し出したわけなんですけど、名前のところがね、ちょっと違いました。ここが僕の本名になってるということなんですけど、本当にね、本当に、やばいです。なんかどっかの学校にお邪魔するとかじゃなくて、普通に自分が通ってる学校で、まあ、やるんですけど、まあ、とある総合の時間でですね、まあ、詳しくはね、まあ、全然言及できないんですけど、ね、まあ、間接的にね、その YouTube を、ね、扱うっていう場面が、全員じゃないですけど、できるということで、まあ、何も俺がね、そこにいる人たちみんな YouTuber にしようとかいうね、会談をやるわけではないので、なんとですね、その、総合の時間の先生にですね、頼まれてですね、僕が、講師として、まあ、一コマ分、授業することになりました。暴走。いや、終わり。いや、普通に、冷静に考えたら分かると思うんですけど、これが学校で授業すんだよ。やばいって。先生、本当にいいんですか、先生。いや、でも本当にもうやばくて、で、何がやばいかっつったら、スライドを完成させたら、まあ、見せてくれと。カメラめっちゃ傾いてる。見せてくれと言われたんですけども、納期がね、これ、明日に迫ってるわけでしてですね、私、これ学校のタブレットなんですけど、何もやってません。ドーン本当にやばいな。いや、でもなんかね、ぼんやりと、頭の中でですね、授業内容は考えていたんですよ。ぼんやりと、授業内容考えていたんだ。明日、やろうかな。やっぱりめんどいなって。はい、ということでですね、やばい、なんかちょっと学校の先生っぽくない？はい、ということでですね、もうね、やばいですから、もう今日、明日、もう提出になるんで、これ、納期が。本当にね、今ね、現在時刻の方ね、ご時計あるんですよ。11時。11時とかになってて、もう本当にね、マジやばいんで、激急ぎでね、このスライド作って、でも本当にね、頭の中でどういう流れにしていこうかなっていうのもあれでして、で、あと、このスマホ。スマホでちょっと作った画像をパワーポイントにぶち込もうかなみたいな感じで、そう、パワーポを作って、パワーポを写して体育館で、まあ、高校3年生、3学年の人たちだけなんですけど、全員、まあ、7クラス分ぐらいの人たちの前で、ぶっ放すということですね。本当に大丈夫なんですかね、これ。いや、俺ね、嘘をでっち上げてるわけじゃなくて、ガチで学校で授業することになったんだよ。ちょっと待って、大丈夫かな、本当に。はい、もうこんな感じでね、ポール・スミスのネクタイをね、これ、ね、巻きつけてですね、はい、オリヒカのね、ワイシャツ、そして、スヌーピーの半ズボンでね、今回ね、やっていこうかなと思うんでね、皆さん、まあね、よかったらね、最初から最後まで見ていってください。もう会社員やないかね。会社員出てきちゃったんだけど。おーい、充電切れてるじゃねえか。はい、ちょっとですね、社会人、木村、ガチで、ちょっと取り組んでいこうかなって思います。まあ、スマートフォンとかでね、いろいろ画像作りながら、それをパワポに送ったりみたいな。でね、いろいろやっていくわけですよ、はい。充電たまんなすぎるね。学校のタブレットまでさ、充電一瞬でなくなんない。で、持ってさ、たまりは遅いみたいな。で、まあ、普通に何をするかって言ったら、まあ、まず、基本的な流れとしては、じゃじゃん、動画の上げ方ですね、上げ方と、公開設定のところと、ちょっと編集で僕が意識してること的なのをちょっとね、話していけたらなっていう感じで思ってるんですよ。いや、ふざけてないですかね。ちょっと待って、マジかよ。しかもなんで俺こんななんかガチでこんな格好してんのかもちょっとよくわかんないし。ちょ、マジだな。もう、充電マジ一生たまんねえんだけど。おい、たまんねえんだよ。パソコン充電してる間にスマートフォンでね、ちょいとね、画像を作っちゃいます。ほんと、パワポね、ちょっとマジ、いい、マジで。パワポマジいい。
い、ということでね、もう、社畜人生やっていきたいと思いまーす。パワポ疲れねえ。ちょっとね、教師人生1日目、パワーポイントに絶望。で、なんかさ、そういう授業とかでパワーポイントとかワードとかを扱うときに、なんか言われるんですよ。いやー、いつも普段からやってっからさ、お前全然楽だろ、みたいに言われるけど、YouTuber はパワーポイントなんて作りません！踊れるじゃん！ワードも使いません！全然わかんない。もうちょっとこれもうフィモーラでやっちゃダメっすか？いや、ちょっと待って、もうやばい。スライドを作らなきゃいけないっていうあれがある以上は、これでやるんですけど、いや、まあ大体ね、できたんで、大体できたっていうか、まあちょっと作り始めてたんですけど、今、ね、だいたいスライドの枚数が、12枚、枚。いや、待ってよ、ちょっとこんなにあれだと思わなかったし、私もね、クリエイターでして、作ってると、ちょっと手をこませたくなってしまってしょうがなくて、ちょっとめちゃくちゃ今頭の中にやりたいことが超絶浮かんでます。ちょっと一本動画作ろうかな、こっちでも。とかも考えちゃってて、もう、ちょっと楽しい。ちゅうわけで引き続き、やってきめー。だいたい開始からね、まあ、1時間くらい経過しました。テトリス楽しい、おい、これパワポ作ってるね、すごい、なんかやろうと思えば終わらせられるはずなんだけど、この鉄の板のせいでもうさっきから一生これ、教師辞めます。